会場のお客様もお客様と言っちゃいけないですかね、笑い屋さん、笑い屋というか、プロの笑い屋というか、普段ね、笑いヨガをやっているメンバーが危険を顧みずやってきていただいたというか、来週からね、久々に声を出して笑わない笑いヨガクラブをやる予定にしているんですけども、今日は落語を聞きに来ていただいて、あんまり大爆笑というね、大爆笑をしない程度に、クスクス笑うぐらいな感じで、でも反応してる感じが分かるように、ね、で、そうですね、だからもう本当に面白い時はですね、ちょっとこんな感じで面白いわよみたいな感じで、ちょっと抵抗やってね、大爆笑の時は普段はドワッハッハッハッと笑うんですけど、今日は大爆笑の時はこうやって手を挙げながらちょっとやってみましょうか。ああ、いい感じですね。OK です。はい、ちょっと待ってくださいね。聞こえてますか ？OK ですか？はい、今日はですね、会場のこのマイクの音量と音量が、レベルが若干低めなもので、笑い声の方をですね、少しこう半分ぐらいに、抑えていただけるとありがたいということなんです。普段の設定のまま半分にこう声を抑えれる方は抑えて、いただいても構わないんですけども、普段通りもすごい思いっきり笑いたいという方はですね、この、ミュートのところ、パソコンで使っている方はミュートのところから、上向きの、山向きっていうかな、これをしてやるとオーディオ設定ってところがあるんですね。オーディオ設定のところで、音量、マイクの音量設定ってところがあるので、それでもって、マイクの音量を半分ぐらいにしといていただけると、これが、いい感じで、笑い声が結構大きな声で笑ってもそこまででかい声にならないです、こういうことになっておりますので、皆さん、そのあたりで、入力側のマイク入力の音を下げて大きく笑うか、普段通りのマイク入力にしておいて、ちょっと笑い声を小さく、少しちょっと控えめに笑うとちょうどいいのかなというふうに思いますので、ぜひご協力をお願いいたします。こちらの方のマイク入力、このままですね、ありがとうございます。大勢来ていただきましてありがとうございます。お世話になります。で、間もなくね、落語会が始まります。こんな感じで、今しばらくお待ちください。よろしくお願いします。
ております、今日はどうぞよろしくお願いいたします。あの普段はですね、あの毎年四国大落語祭ということで、あのこの季節はですね、土曜日日曜日、あの全国から、まあ、社会人落語家の方が集まっていただいて、盛大にやるわけでございますけども、今年はねコロナの関係がございますので、ぎゅっと小規模にね、やっていこうかと思います。新居浜のですね、ゲーム一門の方で、どんどん出てまいりますので、皆さん楽しんでいただければなと思います。今日はですね、ほとんどの方がリモートということで、新しい試みをね、していきたいと思います。でもね、落語はでもリモートだろうが生だろうが楽しむことは一緒でございますね。今日はもうリモートの方は全員最前列でございますから、一番いい席でございますね。それを自覚していただいて楽しんでいただければなと思います。ポイント3つ、これは変わりませんね。面白かったら笑うね、これはあの誰でもできますね。で、面白かったら声を出して笑う、これが今日はちょっと難しいね。声は出していいけど大声はいけないっていう、このね、あの私どもとしても非常にやりにくいこの感じでございますよね。普段はね、大きな声で
おおめえは何が好きだ。あしたそうですね、まあ菓子じゃないんですけど2番目に好きなのがお酒です。嫌なやつだよ。えみんな一番好きなもん聞いてんじゃねえか。なんでおめえだけ2番って言うんだよな。いいからお前一番好きなもん言ってみな。一番好きなの言っていいんすか。あ、じゃあ言いますけどね、私が一番好きなものといえば、兄の兄、おかみさん。なんだよ、人のかみさん好きとかあるかよな。あ、そう、いろいろ好みってのあるもんだな。あれ、あそこに駆け込んでくるのはクマじゃねえか。あと、あと誰か追ってこない。誰持ってこないよ。あ、かけっこか、おめえが一番だ。いや、違うんだよ。いや、俺も今日呼ばれてさ、ここにさ、急いで来たんだよ。そしたら、あの、長屋の裏にさ、いたんだよ。人間様っていうのは万物の霊長っていうんだ。おう、一
一番強いんだ、これ。なあ、こんなもんあるわけねえんだよ。ほう、難しい言葉知ってるね。万物の霊長。ほう、それどういう意味だ。いや、どういう意味。いや、どういう意味って言ったら、決まってんだろ、お前。これはお前、ここにこう、な、万物さんって人がいて、これが霊長すんだよ。お前、このぐらいのことは知っとけ、こんなの。ああ、そう。まあいいけどさ、まあいいんだよ。お前なんか、その、怖いもんねえのか、怖いもんな。そうだな。ああ、まあ、しいて言うなら、昨日炊いたかかんの飯が怖かったな。ああ、あれがまだ荷物だけ、そうじゃないんだ。だから怖くて怖くて足が前に出ねえとか、そういう話だからないのかって聞いてんだよ。ああ、そう。そうだね。ゆんべ、あったのかい？ヒュードロドロ怪談話とかそんなんかい？言ってみな。いや、実はな、ゆんべはかかあがふんどしに乗りつけてな、知らずに履いたもんだから固まって足が出ねえとか、そういうこと言って。まあ、わかった。じゃあな、まあ、トドのつまりだよ。ヘビなんざ怖くねえかと聞いてんだよ。ヘビ？ヘビ？冗談言っちゃいけねえよ。ヘビなんざ見たら、俺はブルッと体が震えるね。怖えんだろ。いや、怖くねえ。食いたくってさ。お前、ヘビ食っちゃう。食っちゃうよ。あれなんか、まあ、かば焼きにしてみろ。うなぎなんかよりよっぽどうめえんだ。ああ。まあ、他にもね、風邪なんかひいた日にはね、頭の上にキュッと結ぶんだよ。そしたらひんやりして気持ちいいんだ。ああ。まあ、こっちで締めなくても、向こうで勝手に締めてくれるからね。俺は便利だよ。あ、そう。エビ食っちゃう。うん。じゃあお前、カエルは？カエル、霊光物だ。ああ、踊り食いってやつだし、そのまま食っちゃうんだよ。あ、そう。じゃあ、そうだね。ナメクジ、ナメクジ、霊光物だ。俺よく食うんだよ、あれ、塩振って。なくなっちゃうよ、それ。あ、そう。あ、じゃあ、クモ。クモ。クモなんてお前、霊光物だ。よく食うんだよな。あの、よくあの納豆の引き代わりとかあんだろ。それでだね、クモ5、60匹集まって中におまんまとこに入れるんだよ。そうするってえとな、糸の引きが良くなってうめえんだよ。そう。じゃあ、アリは？アリ。アリの食い方知らねえやつってのはこの世にいるのかい？まあ、集まんな、集まんな。まあ、教えてやるわ。アリっていうのはな、こうたくさん集めてさ、おまんまの上にパラパラっと振り分けるんだよ。そしたらごま塩みてえでうめえじゃねえかな。あの、最もゴマが動いて食いずれ。食いずれってことだ。じゃあ、お前何でも食っちゃう。何でも食っちゃうんだよ。おう。その証拠にさ、この最近この界隈で猫いねえだろ。お前猫食うの？お、猫も食う。ああ、境のこっちもうまかった。犬も食うのかい？はあ、お前何でも食っちゃうんだね。え？おう。俺はね、何でも食っちゃうよ。おう。そういえばね、この間隣町行ってさ、同じように言ったんだ。ああ、俺は四つ足だったら何でも食えねえものはね、嘘だと思うんだったらここに持ってこい。タンが来た。そしたら一人嫌な言い方するやつがいてさ、あなた、本当に四つ足だったら何でも食べれますか？なあ、ああ、俺もだ。おい、嘘だと思うんだから持ってこい。言ってやったのな。そいつが持ってきたのが、こたつ。あら、うまいこと考えたね。あれは確かに四つ足には違えねえな。あ、さすがにそれはおめえも謝ったら。謝るもんかよ。たーんと俺は言ってやったね。うん、確かにこれは四つ足には違いがありませんが、私はこういう当たるものは食べない。落とし話だな。あ、そう。なるほど。じゃあこうしようか。あ、人間だ。ただ好きなものを考えて、そのあべこべが怖いなんていうのな。聞いたことある。あ、先に好きなものを考えて、そのあべこべのもなんか考えてみや。うん。ああ、なるほどな。花好きなものを考えて、その代わりに。あった！あったんだろう、言ってみな。いやいやいや、もう言うのも嫌だ。もう、考えただけで寒気がしちゃった。鳥肌立ってきたよ。嫌だよ。痛くない。から言ってみなってんだよ。言うだけならただじゃねえか。言ってみな。まんじゅう。怪獣。いや、怪獣じゃない。
とね、菓子屋にある饅頭。栗饅頭。栗饅頭。そば饅頭。そば饅頭ね。おいおい、鉄なら倒れたよ。うん、ちょっとおめえら使う、ちょっと持ってやってな、隣の間連れて行ってやんな。うん。隣の間連れて行ったらな、布団に寝かしてな、うん、こっち帰ってきな。で、襖の戸を閉めるな。うん。帰ってきた。うん。おい、おめえら聞いたか、鉄の野郎。何がこいつ、まんじゅうがこいんだってよ。人間が変わってるや嫌いなもんも変わってるもんだね、どうも。うん。でもな、この中であの野郎が好きなやついるか、いねえだろ。なあ、どうだい。あいつはな、いつもな、白って言ったら黒って言うし、上って言ったら下って言うんだよ。なあ、嫌な野郎だい。どっち見てみるってのはどうだい。なあ、ここでさ、あいつの嫌いなまんじゅうをどっさり買ってきてさ、あいつの横にこうスッと置いて、あいつがヒャーッと驚くのをちょっとみんなで楽しむとかさ、そういうのちょっとやってみねえか。よそうよ、兄。今まんじゅうって言っただけであんな震えて倒れたんだよ。まんじゅう本物見ちゃったらさ、死んじゃうかもしんないよ。いいんだよ、死んだって。別に俺たちがあいつのことを殺すわけじゃないんだよ。まんじゅうがあいつを殺すんだよ。あ、これを暗殺って言うんだな。暗殺。ああ、そりゃいいね。あ、じゃあやってみるか、なんてんでね、悪い三段が持ち上がりまして。おい、どうだい、おめえら何買ってきた。ああ、何、あ、栗まんじゅう。ああ、いいねいいね。あ、お前は、あ、そばまんじゅう。ああ、なるほど。おめえは太鼓まんじゅう。さすがにいいはまられ、どうも。おめえは何買ってきた。葬式まんじゅう。ちょっと早いんじゃねえのかい、どうも。いいやいいや、どんどん集めて集めて、この辺に乗せてな。うん、ね、ちょっと使ってすまねえけどな、これあの鉄の枕元にちょっとスッと置いてきてくんねえかな。うん、音出さずにそっとだぞ、そっと。置いたか、置いたか。
平田さん、パソコンから入ってますか？うん、ノートパソコンね。ノートパソコンね。もしよかったらですね、ミュートっていうところから、オーディオ設定ってところがあるんですよ。ミュートのところに？オーディオ設定、オーディオ設定っていうのを押してもらうと、マイクとかスピーカーの音量を調整するところがあるんですけども、そこからね、マイクをね、音量を、半分ぐらいのところまで下げていただけると。いきますか。どうでしょう。まあ、多分こんな画面が出てるんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょうか。こんな画面が。こんな画面出てないですか。マイクの音量を、半分ぐらいに調整できるところがあるんですけど、ミュート解除した方は、今回ね、会場の音量と、自宅のパソコン等の音量で比べると自宅の音量がはるかに大きいので、笑うときは半分ぐらいの大きさで笑っていただくか、ご自身のパソコンの、マイクの音量を半分ぐらいに絞っていただいて笑っていただくと、ちょうどいい感じですね。どうでしょうか。はい。で、今ね、ミュート解除している方がほとんどの方がミュート状態なんですね。ミュートにしてくださいって入ったから。あ、本当。うん。あ、そうなんですね。これでミュートにしたらどうするから。はいはいはい、はい。何人か普段、Zoom の笑い、Zoom で、落語を聞いている方でミュート解除して聞いている普段ミュート解除して聞いている方はぜひミュート一回解除して聞いていただけますか。はい、ではちょっと 笑い声をいただきます。いきます。ちょっとの生活音がガチャガチャ聞こえている場合は、ホストの方で、オフにさせていただくことがありますので、それはご了承してください。このマイクの、こちらの、ね、会場のマイクの音よりもパソコン等の方が、音をしっかり拾っているので、普段よりちょっと、ね、これって半分ぐらいの音で笑っていただけるとありがたいかなと思います。で、今みたいにガチャガチャガチャっていう風に音が出そうな方はもうオフにしておいていただければ、OK になりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまたこの後ですね、芸の特訓が出てまいりますので、はい、はい、ね、村上さん、今ガチャガチャガチャっと音が聞こえてますけど、ね、はい。押さえにそうです。はい、わかりました。はい、では、芸の特訓に移りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。出てくる。
ムキになっていろいろ考えてみたんですけどね、いいのがあったんですよ。ルイ13世、ルイ14世、これうまくいったらね、16回ぐらい使えますから、皆さんにも使っていただきたいというわけでございますが、まあ落語の方にもね、あの言葉遊びというね、言葉遊びが出てくるお話っていうのはございまして、おいおい、酒の魚がなくなっちまったよ、仕方がねえな、まあこんなこともあるかと思ってな、今日は隣の豆腐屋でな、木の芽田楽をどんどん焼いて持ってくるんで頼んであるんだよ。それを魚にな、みんなで飲み直そうじゃねえか。さすがにですね、ごちそうさまです、ごちそうさまです、ごちそうさまです。おっと、まだ手を出すなよ。お前たちはな、ただでごちそうになろうって言うんだ。何か芸の一つでもな、見せてもらわないとな。そうだな、どういうのがいいかな。じゃあ、おや、あの、うんまわしっていう遊びをみんなでやってみようじゃないか。兄貴、何ですかそのうんまわしっていうのは。おお、だからな、何でもいいから言葉を言って、その中にうんが一つ入ってたら田楽を一本、三つ入ってたら三本増えるっていう、そういう遊びだよ。そんな簡単なことで田楽こそになれるんですか。じゃあ早速、足換えてますね。3本ですね。そうじゃなくてな、ちゃんと意味のある言葉にんが入ってなきゃダメなんだよ。難しいこと言いますね、兄貴。ちょっと足にはちょっと分かりません。それだよ、お前分かりませんね。お前一つ入ってるじゃねえか。じゃあ一本持ってきな。はい、では足は大根、大根。おお、お前さんも一つ入ってるね。一本持ってきな。私は人参、人参。おお、二つ入ってるな。やるじゃねえか。じゃあ二本持っていきな。そこの前どうなんだ。あ、足ですか。ああ、そうですね。じゃあ、あの、冬瓜、レンコン、冬瓜、レンコン。お、考えやがったな。三つ入ってるよ。三本持っていきな。はい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 。お、自信があるんだな。なんだ、行ってみな。いますよ。トマト、キュウリ、ナスビ。お前な、みんなで何言ってるのか、やってるのか分かってるのか。あの、野菜の名前言ってるんじゃないんだよ。んまわし、言葉の中にんが入ってなきゃダメなんだよ。うっかりしてました。いや、でももう一回来ますから聞いてくださいね。トマト、ちゃん、キュウリ、ちゃん、ナスビ、ちゃん。お前人生だな、お前向こう行って考え直してこい。じゃあ次俺行くよ。本山、本山、看板、ガン。は？お前何言ってんだよ。お前日本語じゃなきゃダメなんだよ。何言ってんだよ。日本語だよ。お寺の本山の坊さんがな、看板に頭をガンってぶつけたんだよ。本山、坊さん、看板がで、7本で。なんかうちきくせえけど、まあ仕方がねえ。まあ7本持っていきな。はい、次私行きますよ。三歩三、三人、みんな安産。さんまさん、一安心。10本いただきます。おお、なるほどな。どんどん増えてやがるな。いいじゃねえか。じゃあ持っていきな。おい、次送りいきますよ。アンパンマン、食パンマン、カレーパンマン、バイキンマン、ドキンちゃん。はい、11本いただきます。なるほどな。なんかここまで来たら何でもありになってきてるみたいな。まあいいや、もう持ってけ持ってけ。はい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 。なんだよ、またおめえかよ。おめえ、さっきのトマトちゃんとかじゃねえんだろうな。何言ってる、ちゃんと考えてきましたよ。じゃあ、聞いてくださいね。動物園、キリン、ペンギン、ライオン。動物園、キリン、ペンギン、ライオン。おめえ、やればできるじゃねえか。じゃあおめえ、5本だな。ありがとうございます。あの、すいません、あと10本出してもらってもいいですか。おい、なんでだよ。なんでって、あの、最後に出てきたあの、ライオン、あれ、猛獣じゃねえですか。ですから、もう10いただきます。あ、なるほどな。1本取られちまったよ。あ、いいや、もう持ってけ持ってけ。次は私、次は私。あ、なんか変なのが出てきやったな。何だ言ってた。山陰本線、電車運賃33,333円。山陰本線、電車運賃33,333円。おめえすげえな。じゃあおめえも15本だな。30本。お前なんでだよ。往復運賃。
なるほどな、一本取れてまって、まあいいや、もう持ってきゃ持ってきゃ。足もね、足はね、あのそろばんを置いていただいてもいいですか。なんだって、そろばんですよ。じゃあ、いきますよ。千年新世の盆栽なくて、玄関板、人間半面半身、金看板、銀看板、金看板、根本、マキンタ、銀看板、根源、半光板、ひょうたん看板、九点で、はい、43本いただきます。これなんだよ、それからこれどういう意味なんだよ。え、ですからね、あのこの自粛前にね、京都へ旅行に行ったんですよ。でね、その時ね、新世園っていうね、お寺に行ったんですけどね、そこの門前、門の前に薬店、薬屋さんがあったんですよ。そこへね、あの人の体はこうなってますよ、内臓はこうなってますよっていうのが分かるように、あの体を真っ二つに断ち切った人形をね、あの半身半身の人形、玄関板に置いてあったんですよ。そこにあの金の看板と銀の看板があって、金の看板には金剛満金丹、銀の看板には金剛半剛丹と書かれてあって、あの瓢箪の形をした看板に補給をしますっていうことで、九点と書いてあったんですよ。お前それ本当かよ。まあ、よ、お前もう一遍言ってないやん。あ、じゃあもう一遍言いますよ。千年新世の門前なくて、玄関板、人間半面半身、金看板、銀看板、金看板、金剛満金丹、銀看板、金剛半剛丹、瓢箪看板、九点で、はい、2回行ったから86本。本当に嫌がったよ。まあいいや、もう持ってけ持ってけ。はい、じゃあ私もね、あのソルマンを置いていただいてもいいですか。え、用意できましたか。いただきますよ。じゃん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 、4つですね。じゃん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 、もう4つ。お前それ一体何なんだよ。え、わかりませんか。音楽ですよ、古典クラシック。では節をつけてね、最初からいきますからね。じゃん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 、じゃん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 、たた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 た。え、なんでですか。え、なんでって、お前その曲の名前運命って言うんだろ。運命だから一本で、ね。
大阪中のな、医者に診てもろたんじゃが、どれもこれもなかなか見立てがつかんじゃ。なんかな、このおせがれの胸の内に何か思いつめてることがあるに違いない。それをこう聞き出さんことには、なんぼええ薬を持っても治らんと、こういう見立てなんじゃ。それでは、わしもいろいろとせがれに聞くんじゃが、なかなか本当のことを言うてくれんねん。で、まあ、あんただったらな、小さい時分からうまいじゃろ。だから、あんたにだったら言うてくれるんじゃないかなと思って呼んだんじゃが、ちょっと、せがれのとこ行って、その胸の内とやろ、聞いてくれんじゃろか。あ、さいでございますか。いやいや、若旦さんちゅうたらもう小さい時分から、私のケツついて回って、もう私も弟のようにして一緒にやってきましたんで、わかりました。必ずじゃ、旦さんの、気持ちを聞いてまいりますんで、それで若旦さんはどこに、あ、離れてやすか、行ってまいりますんで、しばらくお待ちを。若旦さん、番頭ですが、番頭どんか、こっち入って、若旦さん、こんなとこでキナキナと、くすもっとっと泣きませんがな、たまには外へ出て、バーッと、気持ちを変えなかったらどうでございます。親旦さんもご心配されてるんじゃございませんか。いやいや、親旦さんの話によりますとな、若旦さんなんか胸にこう思い詰めてることがある。それを聞き出さんことには、お医者さんもどう手をしてから分からんちゅうことなんだ。その胸の位置だったら、この番頭、番頭には話しましょう、言うてくなれ。まあ、言えんことはないけどな、言いなれ言いなれ。え、もう親旦さんもご両さんもご心配ではございませんか。いうことはすなわち、親孝行ですぜ。いや、そうやないね。私の思いはな、言うても親不孝、言わんかっても親不孝、所詮かなわぬ願いない。いやいや、もう番頭な、あんたにもいろいろお世話になった。もうこれ以上、店の者にも迷惑かけるわけにいかんからな。わしもう、あっさり行くわ。行くってあんた、どこに行くなんの。そんなアホなこと言わんと、さあさあ、いいなら、いいなら。けど、これ、言うたら、あんた、笑うやろな。そんな、人の病なん聞いて、笑ったりしますかいな。いや、笑うて。必ず笑うて。あんたが笑うて、あんな。そんなこと言わんと、さあさあ、早くていいなら。実はな、あたい、欲しいものがあるね。え、欲しいものと言いますと。いやな、今、思い浮かべただけでもうっとりとしてくる、あのきめの細かい柔らかい肌ツヤのいい、え、若旦さんもうそんなことになってますかいな。いや、これまで子供やと子供やと思ってましたに、そんなんだったらもうちょっと早い言うてくなったらよかったに。わかりました。あのね、この番頭が番頭にしましたから、それでその、あの相手の名前は、相手の名前は何て言いますの。みかん。え、みかんちゃん。あら、また可愛らしい名前やおまへんかいな。それ、祇園の舞妓かなんかで。違うがな、あんとあんた思い違いしてる。あたいがな、欲しいのはみかんが欲しい。みかんが食べたいのよ。はあ、みかんかの黄色い丸いやつ。それは食べたいってここで見てありますもん。アホらしい。そんなことどうでもうまいがな。えそうでもないか。そうでいいかな。え、若旦那はみかんが食べたい。ただ、それだけ残ったでしょ。あ、わかりました。じゃあね、今からね、この部屋中をみかんでいっぱいにしてあげましたかいな。え、もうキラキラと変なこと考えて、ちょっと待てなあれや。え、今すぐですね、変なこと考えてな。え、行ってきました。おお、せがれの胸の内はわかりましたかいな。わかりました。最初はごちゃごちゃごちゃ言ってありましたけどね、よーと聞いたら、欲しいものがあると。うん、欲しいものが。え、今、思い浮かべただけでもうっとりとしてくる。あのきめの細かい、柔らかい肌ツヤのいい。もうせがれが、そんなことになってますかいな。それで、相手の名前は。みかんちゃん。え、また可愛らしい名前やないかいな。それ、舞妓の、あの、祇園の舞妓か何かか。やっぱりそうなりました。私もそうやと思いましたね。そうやばいねや。あの、みかん、みかん、これ、あの、普通のみかん、それが食べたい。はぁ、こうしたら、しがれば、その、みかんが食べたいって、やってるもんでますのか。
そうだよね。もうしょうがないことでしょ。それでね、私ね、もう平地をみかんでいっぱいにしていますって書いて出てきました。なるほど、そうかそうか。せがれはみかんが食べたい意味で出てますね。え、そうで。それで、あんたが部屋地をみかんでいっぱいにしてありますって出てきなかったよね。え、そういうことで。あんた、アホか。今、何度来たと思う。この土曜の最中に、どこにみかんがある。あ、やらへんぞ。あんたの話を聞いて、せがれは喜んだの。ええ、大喜びされました。おやろ、何する？これからまたせがれのとこへ行って、最善の話は嘘でおます。みかんなどはどこにありませんって言っていくつもりか。そんなことしてねえ。それでのうても、気の弱い心の優しい子供や。あ、最初喜ばしといて、また長くの底へ突き落とすようなことをしたら、あの子は必ず死にますぞ。え、また行かっ。ガッとには済まさない。もうこうなったら何が何でもみかんを探してもらう。けどこの暑い土曜の最中にみかんどこで売ってますの？そんなこと心配。さあさあ、早くとみかんを探してくれ。あれ、へい、えらいこと言うでしょう。この夏の盛りにみかんなんかあろうかとか、なんかしこんなこと言うたんやろな。みかんでもブラブラしてってみかんが、みかんに言うたら、やばいか、あ、やばいか。どうすめへん、へい、お願いします。何しめよ。おたく、ないとは思いますねんけども、みかんうまいやろか。は？みかん。あんた、今何時だと思ってます？この土曜の最中です。こんな盛りに、みかんを買いに来た。はは、あんたうちの店をバカにしなかったな。届けならないでバオー、ちょっと、ごらいでね、みかんないかって聞いたときに、あんさん、うわ、そうし。すみません、へい、いらっしゃいませ、何しましょう。ないとは思いますねんけども、みかんうまいやろか。は？みかん？そんなもんマスターに、うちは取り合いですよ。ああ。表の看板も見らんと取り込んできた。すまへんすまへん。お宅は鳥屋さんで。ちょっとお尋ねしますけど、みかんを産むような鳥はいてまへんやろか。そんな鳥いてますかいな。何言ってますねんな。あんたこの暑いのにみかんを探してな。なんでまた。若旦那が。それでみかん。それだったらこんなとこうろうろしとってはあきまへん。天満行きまいれ、天満。あ、天満。あそこ行ったらね、ぎょうさん、鳥屋さんがいてありますね。野菜を売ってる鳥屋が青もん問屋。その隣に、果物ね、曲がったらスイカとか桃とか、そういうものを売ってるのが赤もん問屋って鳥屋さんがありますね。そこ行ったらね、もうこんな暑い時でも、みかんの一つや二つや、あれやもしれまへんな。ああ、そうですか。忘れてました。天満、天満。ありがとうさんで、これから早速行ってきます。連れて行ってくれたね。電話、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 あ、来た来た。これは、あ、八百屋さんの、あ、青門のや、その隣屋だったの。あ、これこれ。ちょっとすみません。いらっしゃいませ。お宅、赤門の屋でな。うちは赤門の屋ですから、何か、以上のもの。これ、ないとは思いますねんけど。あ、です。みかんお前やのか、みかん。みかん、ありますし、あっさりやるけど、この暑いのにおたくみかんある。あります、あります。いやね、この暑いさなかですけどね、もうあんたみたいな人がね、ようみかんを買いに来はるときあるんですわ。そういうときにね、おまへんでいませんね、この問屋の、のれんというもんがさかいな。それで、冬、取れたみかんを蔵に囲んでおきます。ほらというとはちょっと温度がちょっとシャーッとするところなんですけど、けどね、これだけ暑い日が続くと、だん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 みかんも傷んでくると思いますわ。けど、この数だけは牛さん、囲ってますんで。牛さん囲ってますか？ざっとね、100箱、100箱、100箱もあったら、みかんの一つ
でしょうね、ここに産地前の暑さが涙をまへんのでね、まあまあ、一応調べてみましょう。おー、ちょっと皆さん待って、暑い中申し訳ないけど、蔵からみかんの箱出してな、みんなちょっと開けてみてくれるか。全部開けてみてくれるか。暑い中大変やけど頼むぞ。うわー、えらい匂いがしてきたしたね。やっぱり単独か。おっ、そこはどうや。あ、やっぱりあかんか。あ、そうか。そっちの方はやっぱりダメ。おい、向こうの窓やな。あ、全部。あ、そうか、やっぱりな。分かった。えらい、すまへんな。せっかくお越しいただいたのに。今、見ていただいた通り、もう全部行かれてますわ。申し訳ないな。そうですか。おまへんか。だからこれもう、これから大阪中の店探しても、みかんなんかおまへんやろな。どうでしょう。もうこの界隈の赤門分野で、みかんを100箱も加工出る店って言ったら、うちくらいしかおまへんさかいな。ああ、そうか。よかったな。私ね、みかんを探さだったら店に足りたりしねえねん。これまたなんで。船場のお店の あんた、番頭さん。いやいや、実は私ここの番頭でね、番頭ちま大変ですわ。お互いにね、もう主人が言うたとおりちゃっとせないか。あ、お仕事大変だと思います。それでそこの若旦那、みかんを食べた。みかんを食べんと死んでしまう。はあ、えらいこと言いますな。それであんさんがみかんを探してる。わかりました。もう一遍探してみましょう。あんたもバンタだったら、私もバンタ。ちょっと待ってな、ちょっと。おい、ちょっと悪い。片付けるのやめて。もう一遍ちょっと手休め。もう一遍ちょっと次から次見てくれるか。おお、やっぱりあかんわ、ようなこと言わんとな。もう、ここの店のな、若旦那に命がかかってるな、命が。頼む。見てくれや。あった？おお、持ってきてくれ。これだって、みかんありましたよ。みかんありましたか。ありました。さ、早くと店に持って帰って、若旦那に食べさせないと。ありがとうさんでございます。早く持って帰って。いや、それありがたいんでございますけど、うちも船場では名の取った老舗でございます。あんさんからそのみかんをただでもろて帰ったなんて言われたら、それを主人に知って行かれたら叱りますので、どうぞ値段をつけてくれ。ちゃんとシャワーしていただいて、買わせていただきますので。よろしいかな。あんたもファンとなら私のファン、私はその気持ちでも、おー、あんた受け取ってもらえないから、さ、早く、それよりか、買わせてもらいます。それは買わせてもらいますね、わかった。わかりました。まあ、船場というとは大変なところですかな。そこまで言われるんだったら、値段をつけさせてもらいます。それで、いかがになりますでしょうか。千両。そのみかん一つ千両でか。タコマスな。高い。タコマス。今も見てもらった通り、100箱のみかんを全部腐らしてますね。今年だけは前に、去年もまだ前に、毎年、お客さんのために、ひょっとしたら勝手に生きにくてるだろうと思って、運んでます。それを全部探してでも、大損こいてでも、この新車を持ってますね。あんさんがそこまで言うんだったら、今までの損を、このみかん一つで補ってもらいましょう。さあ、ごもっともでございます。ちょっと、値段が値段でございますので、一度店に戻りまして、主人と相談して、まだやってきますんで、しばらく待ちを。ただいま帰りました。番頭丼が帰ってきたということは、みかんがありました。ありました。天満の方でたった一つ。さすが天満やな。それでみかんは買うてきてくれましたか。いや、そんな簡単に言うてもらったら困りますわ。それは私もね、すぐで、若旦那のためにと思って思ったんですけど、それが何様
かんが、何やそのさっぱりだから。いやですから、その問屋というのはみかん100箱加工できる、その中の全部腐った中にあのこったら1個、それも今年だけお前まで今年しまいとしまいとしまいと100箱全部腐らしてきて、その中の1つだから、これがその実にどないしたんだ。高い。え、高いってなんぼや。値段聞いてびっくりしたのや。千両で。千両、みかん一つが千両かよ。安いやないか。安いがな。せがれの命には代えられやせん。あ、早速千両持って行って買うてきてくれ。へえ。さすが大家でございます。千両を持って買いに行くんでございますが、死ぬまで千両を運ぶということはそれは不用心でございますので、籠屋を雇いまして、ね、籠の中に千両を乗せてタレを下ろし、屈強な男に3人、つけまして船場から天満へとわっさ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 とやってまいる。天満へ着きますと千両箱を下ろして、はい、ありがとうさんで一つよろしくお願いします。ああ、どうもありがとうさんでと受け取ったみかん一つ、たとえみかん一つといえども、これが千両でございますから、帰りは空になった籠の中の座布団の上に一つ乗せて、タレを下ろして、今度は、天満の方から船場の方へと帰ってまいります。店に着きますと、冷たい井戸水でしっかりと冷やしました。ふのりのお盆に、黄金のみかんを一つ乗せ、番頭、目、八分目をいただきまして、離れの方にやってまいります。若旦那、探してあったみかんが、ありましたね。おお、みかんがあったか。ありました、ありました。もうおそらくこの世でたった一つのみかんだと思いまして、おお、ありがとう、ありがとう。けどね、これ値段聞いてびっくりしたんだよ。これ一個で千両ですって。たったそれ電車関係ない、そっかりわからんな。井戸で冷やしましたんでね、よう冷えてますね。さあさあ、食べなれ食べなれ。ありがとうありがとう。私が向きますの。わかりました、私が向かしてもらいましょう。いやー、よう冷えとるな、これはうまそうやな。おお、ちょうど1房あるな。1房100両や。さあ、向きましたね。さあ、しっかりと味わって食べられや。ありがとう。じゃあ、一ついただこう。おいしいな。おいしますか。一つは100両ですさかいな。甘いな。甘いますか。大量しますな。それで200両。300両、400、うるさいな、ゆっくり食べられやせんがな。おいしかった。番頭のここへ湯布さん残しておいた、この暑い中にでもみかんが食べれるというのはお父さんやおっかさんのおかげじゃ。一房ずつ食べてもらってくれるか。あと一房は暑い中一生懸命私のためにみかんを探してきてくれた番頭のあんたへの私からの気持ちじゃ。さあさあ、みんなで食べてもらっておくれ。ありがとうさん、お手にもいただきますよ。番頭、みかんを持って廊下に出ます。ああ、よかった、よかった、よかった。若旦那の病気は治ったしな。待てよ。今、ここにあるのは300両や。よく考えてみ、この店に横行して、年金いたとき、のれん分けしてもらう金が高々50両。300両。300両。だ
さむってドロンしよう。激しい笑いを控えていただけば、普通に笑っていただくのは構わないので、ね、あの笑いヨガの要領で面白くなくても笑っていただけると思います。ありがとうございます。
ございますけど、あの多少笑ってもよろしゅうございますか、ね、ちょっと会場 あのお客様だけ笑ってみましょうかね。せーので笑ってください。はい、せーのはい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 、いたんですねって感じでございますけども、ではズームの身 あの向こうの皆様でね、ミュートガイドされてる方は笑ってください。はい、せーの、はい、自分の向こう側の方の方がやけに元気でございましたね。後半の方はですね、まず大喜利から始めたいと思います。ではこの青い服の、ね、方から紹介いただきましょうはい、今日はですね、トップバッターで出させていただきました、上から読んだら芸能界芸の鵜飼でございます。どうぞよろしくお願いします。そして茶色い着物さん、紹介に預かりました、落語を始めて、10年目ですが、やっぱり特訓寺の芸の特訓でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして今日の当一点でございます。はい、私が一門の末っ子娘、芸の小坪でございます。本日が落語会のデビューですので、皆さんどうぞお見知りおきください。よろしくお願いします。今日は司会者を含めて4人で、行いたいと思います。え、私、あのさっきからこの辺になんかちょっと年を取ったあの座敷わらしでもいるのかと思ったり。いたの、いたのね。お盆前ですから、あの辺から帰ってきたんですよ。帰ってきたのね。はい、この辺からやってるということなんで、よろしくお願いします。芸の春田でございます。よろしくお願い申し上げます。この4人の、ね、回答メンバーと司会者は、私、芸の小林でお送りいたします。したり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 やばい、この後落語なのにね、よろしくお願いしたいと思います。今日はですね、2つお題を用意しているんですけども、1つ目のお題は、ね、もうそろそろ大相撲が始まるということでね、7月の夏場所でございますよね。とんち相撲っていうのをやってみたいと思いますね。まあ、誰々と誰々が相撲を取りましたと言ってください。で、私がね、どうなりましたかって言ったら、何々でどっちの勝ちという、まあ、例題としては例えばこうね、警察と泥棒が相撲を取りました。どうなりました。取ったりで泥棒の勝ち。こんな感じね。なんか理解いただきました。はい、大丈夫、ね、はい、ではできた方、はい、はい、生きてるか死んでるかよくわからない佐藤さん、よろしくお願いします。はい、いただきます。ビールと牛乳とが相撲を取りました。お、ビールと牛乳が相撲を取った。どうなりました。つまみ出してビールが負けました。あのね、それね、答え あの出し方が失敗しましたね。つまみ出されてビールが出しちゃうとは言いませんけどね。あのね、オンラインでダメ出し怖いって頑張ってね、頑張ってくださいね。今日、川を渡ってくるのは慌てて川を渡ってくるんですけど、はい、他にできた方、はい、はい、じゃあ、とっくんさん、はい、毛ガニとタラバガニが相撲を取りました。毛ガニとタラバガニが相撲を取った、はい、はい、どうなりました。外掛けで毛ガニの勝ち。外掛けでね、なんか分かっていただいたと思いますね。はい、他にできた方、はい、じゃあ、こう一点の鵜飼くん、はい、新選組と坂本龍馬が相撲を取りました。おお、新選組と坂本龍馬が相撲を取りました。うん、どうなりました。勇足で新選組の負けでございます。勇さんがいるから、うまくできてるね。はい、他に、はい、はい、今度こそ高一点の小坪ちゃん、はい、あんみつとところてんが相撲を取りました。あみつとところてんが相撲を取った。はい、どうなりました。ところてんを突き出してあんみつの勝ち。あ、かわいい、もやっぱりね、いいね、こんな
他にどうでしょう。はい、はい、大丈夫だった、タルトさん、今回はちょっと一度、回答頭の中でね厳しいな。はい、ではタルトさん、どうぞ。いや、模範回答自分で模範回答って言ってどうする。スリと痴漢が相撲を取りました。スリと痴漢が相撲を取りました。どうなりました。もろ出しで痴漢の勝ち。模範か。ちょっと模範回答にしてはね、ちょっとレベル高すぎる。ちょっと模範回答にしてますね。他にできた方、じゃあトップンさん。あ、はい、キリンとペンギンが相撲を取りました。お、キリンとペンギンが相撲を取った。どうなりました。首投げでキリンの勝ち。おお、首投げ。あ、おめでとう。はい、じゃあ小坪さん。はい、テナガザルとチンパンジーが相撲を取りました。テナガザルとチンパンジーが相撲を取った。どうなりました。うわ、手投げでテナガザルの勝ちです。うわ、手投げでね。うわ、手投げ。なるほど、見てますね。ちょっとひらめきました。まあ、トクの答えにちょっとこう、はい、ね、出た答え。取ったと思うんですよ。ね、福井さんだって言ってもらったんですか。あ、じゃあ、はい。はい、はい、店員とウィンドウショッピングが相撲を取りました。店員とウィンドウショッピング。ウィンドウショッピング。ね、相撲を取った。どうなりました。肩透かしで店員の負けでございます。あれ？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 肩すかし、肩すかし、肩すかしっていう技があるの。ああ、それ知ってる。肩すかしを食らいます。肩すかし、あとで反省会しましょう。反省会だね、これはね。さあ、じゃあもうこれもうすごいってございましょう。はい、お、じゃあゴツボちゃん。はい、浮気した旦那さんと奥さんが相撲を取りました。浮気した旦那さんと奥さんが相撲を取った。どうなりました？は、違った。張り倒して奥さんの勝ち。はい、倒した奥さんの勝ちね。はい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 、今のではちょっとなかなか締まらないですね。もう一つ誰かありませんか？はい。お、おおっくん。はい。おじゃあ行きます、ファーストフードのピザと高級レストランのフルコースが相撲を取りました。ファーストフードのピザと高級、レストランのフルコース。レストランの何が取ったの。フルコース。あ、フルコース、はい、あ、相撲取った、はい、どうなりました。足が出てフルコースの負け。なるほどなるほど、なるほど。もうやっぱり期待値が低いとはいはい、ありがとうございました。ではね、2時間目の話題に行こうと思うんですね。実はね、今年はね、コロナウイルスでね、いろんなあのイベントが中止になってますけども、その中でもね、これから夏に行われる花火大会がね、中止になっているということでね、この花火、これをね、頭につけて五七五を作っていただこうと思っているんです。これじゃあね、それぞれね、持っていってください。はい、ね、これを配ってあげてください。はい、これでございます。で、花火でこの五七五を作っていただこうと思いますね。例えばこんな感じね、ハンバーグ、ね、中身は何？ビーフだよとかね、こんな感じのね。こんな感じでね、花火で五七五を作っていただきたいと思います。はい、それではできた方。はい、お、元気よく上がった、うかいくん。はい、いきます。儚いな、涙見せれぬビジネスマン。まあ、王としか言いようがないからね。後で反省会しましょう。王でね、え、あかんか。はい、はい、はい、じゃあ、ことばちゃん。はい、今のね、時期にふさわしく発泡酒、夏はやっぱりビールでしょ。おお、ね、難
難しいとこだよね。発泡酒はね、ビールとは言わないんだよね。厳密に言うとね、まあ、そこまで細かいこと言わないんだよ。おつぼさんだから言う。まあ、ね、あのおつぼさんだから言う。ちょっとね、ちょっとね、可愛い子にいじめたもん。変態が。はい、お帰りできた方。はい、じゃあ、タルトさん。いつも我が家でのお話をしましょう。早押してよ。何をしてるの、ピクついてて。あのね、タルトさんね、これね、あの今、真っ昼間ということをね、あのちゃんと心に入れてくださいね。いろんな取り方が。いろんな取り方が。早く掃除しなさいよ。あ、そう、そっちがいいと。そっちがいいと。はい、そっちがいいと。はい。はい、じゃあ、トップさん。はい、いきまーす。浜っ子は、夏は海出て、ビーコ釣る。おお、浜辺で。あのビーコね、愛媛県では魚のことをビーコって言う。あ、ビーコね。ビーコじゃん。あ、ビーコね。ねえ、愛媛しかわからないですね。ちょっとどうかな。はい、他に。はい。あ、じゃあ、うかいさん。はい。いきます。鼻くそを舐めてみたら、ビビビビビ。なんか昔からですバーリアみたいなビビビーみたいな。ビビビーね、舐めてみたらね。いや、僕はしたことないんですよ。ね、大丈夫。昔よくね、鼻くそつけて遊んだりしましたね。そうそうそう、たまに舐めるやつでしょ。あんなしょっぱいのにね。何してんの。嘘。あれね、美味しかった。今ね、熱中症でね、あの塩分足りない。塩分足らない時に自分の鼻くそを言う。医学的にも証明されてるかどうかよくわかりません。他にどうでしょう。はい、お、タルトさん、はいはい、これは私の今の心境です。はい、妹弟子に小坪ちゃんが入ってきたからですね。いきますよ。はい、早を走れ、なんぼなんでもピリイヤゾ。置いてからないように。置いてからないように。ピリにならないように。という心境です。はい、小坪さん、よろしく。はい、他どうでしょう。はい、おお、じゃあ、トップさん。はい、歯が痛い、泣いちゃう前に病院へ行きましょう。じゃあ、常識じゃない、常識じゃない、なんで、何ルール無視か。はい、他どうです。はい、じゃあ、向井さん。はい、じゃあ、小坪さん。小坪さん、小坪さんが読んだの。私、うん、はい、華やかな、お、生めかしい、うん、美人だな。やだ、もう本当のこと言わないね。あの、すいません、冗談です。冗談です、後で反省会しましょう。はい、他どうでしょう。はい、お、お、じゃあ、小坪さん。はい、新しくね、就職した新人さんがちょっと気分で読んでみます。初めての、なんだっけな。ちょっと、大丈夫。初めての、夏のボーナス、ビビタルや。ビビタル離れたんですね。いや、ビールじゃない。ビビタル、ちょっとボーナスがちょっと少なかったな、コロナでみたいな。ビビタル。そうそう、ビビタル。はい、他にどうでしょう。閉めましょう。閉める、大丈夫、閉める。なんかさっき自分でハードル上げる、ね。はい、じゃあもう、ナルトさんに全てを任せます。はい、40、50年、昔の懐かしいやつやりましょう。はい、白馬には美人…白馬にはナンバー1の…ちょっと、よくちょっと頭の中で整理してくれ。白馬というキャバレーがあったんですよ。知らんかい。知らんかい。いや、今でもあるはずですよ。この熊本にまだあるんですよ。そう、まあ、ちょっと待ってはの答え。そこの物語。はい、白馬にはナンバー1、2の美人いる。そのキャバレー、白馬がわからなかったんで聞きたい。兄さん見たことない。ないわ。その後で裏で聞きます。兄さんのキャバあのサラリーでは聞けない。白馬違うんですよ。白い馬って書きましたね。
ちょっと何とも言えない答えだったんですけどね。さあ、これを覆せるような答えを持ってる方っています？これを覆せるような、うん、そこは小林さん、うん、振ってくる？覆せそう。そうですね、では、ハイレグを、ハイレグを、舐め回している微妙なやつ。これだんだん答えが怪しくなってきましたので、まあこのあたりで大喜利は終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。
分ぐらいだったら、私あんたのとこ来なかったよ。もうハンちゃんのとこ行ってたよ。そんなこと言うなよ。もう嫌だ、おしっこしたい。おしっこしたいみたい。おしっこしたいの証明してんだと、お前、え、言ってくれじゃねえか。だってさ、ここさ、もう外公開なんだもん。周りの人がこう、住所を見るから嫌だよ。いや、やだって言わんとね、お前、証明してんだったら行ってこいよ。そこの流しにするよ。ごめん。流しにされたら困るじゃねえか、お前、やめてくれよ。お前の留守にいつもしてるよ、なんて言ってね。こんな女叩き出しちまおうかななんて思ってると、女の方からいなくなっちまう。熊さん一人になってやっと気づいた。これは何がダメだったんだろう。これは酒が良くなかったんだなってんでね。それからピタリと酒をやめました。もともと腕のある職人でございますから、酒をやめれば仕事もどんどん入ってくる、信用も戻ってくる。それから3年ばかり過ぎたある日のことでございましてね。親方はうちかい？おお、この番頭さん、なんつ？あ、まあまあ、どうぞ。いや、まあまあまあ、構わないんだけどもさ。お前さん、うちの旦那が茶室をこさえたいって話聞いてただろ？伺ってますけど。あれなんだけどもね、私ね、もう少し先の話になると思ってたんだよ。ところがもう計算。おい番頭、あの茶室の話はどうなってるんだ。いや、もう少し先だと思ってたんです。いや、もうすぐにでもやってくれと言い出したら聞かないからね。なんでだって、熊さん忙しいですからね、無理じゃないですか。そんなこと言うんじゃない、ちゃんと聞いてこいって言われてね。それで来たんですけども、どうかな、あ、熊さん、体空いてるか。茶室の話にしたらね、私ももうそろそろじゃねえかと思ってね、体を開けて待ってたぐらいです。それよかったな。じゃあすまないけどもね、これから一緒に木場までキムチを見に行ってもらえないかい。おお、よくございますよ。ちょっと待ってくださいね。あ、お隣のおかみさん。あ、すまないですよね、今ね、小太郎の番頭さんが来て、木場まで行かなきゃいけないですよ。ちょっとね、留守しますんで、よろしくお願いします。それからね、水屋が来たら、一家組んでもらってって、お礼はね、壺の上に置いてありますので、よろしくお願いします。どうもお待たせいたしました。なんだい、お前さん、出かけの時はいつもこんなだかい？そうなんですよ。一人でそうしてるでしょ。もうだから物騒でならないんでね、隣の若がよく見てくれるんですよ。そうかい。まあな、お前もああいうことさえしなければな、おかみさんもいて子供もいただろうに。面目ね。でもね、私は偉いなと思うのはね、お前さん、変な女引っ張り込んでから、あれ、いつもビーツと思たなかったな。出てった後で、ピタッとお酒やめたな。どうしてやめられたのか。それなんですけどもね、いや、あの頃ね、私は何かあるとね、酒ばかり飲んでましたよ。女が出てっちまった後もね、こういう時はまあ酒だなんてんで、酒ばっかり飲んで、どれだけ飲みましたかね。もう酒がね、もう部屋の中埋まるぐらい、酒ばかりぐいぐい飲みましてね。そしたらもう足腰立たなくなっちまって、俺はもうこれで死んじまうのかなと思った時に、このサラリンの向こうでさ、覚えてますかね、金坊、3年前、あの頃7歳だったかな、金坊の顔がじーっと浮かんできて、その秋におみつの顔が浮かんできて、なんでこんなことしたんだ俺は、この酒がいけねえのか、酒かと思った後で、もう怖くて酒が飲めなくなっちゃったんですよ。でもね、酒やめちまったら帰って元気に働けるようになって。もうそうかい。あの銀ちゃんかい。今いくつだ。あれから3年経ってますから、もうどうになるんでしょうね。そうかい。会いたいか。そうですね、会いたいですね。
いつか会おうとは思ってたんですけども、3年経ちまったでしょ。あの水っていうのはね、よくできた女房でね、私は金も一銭も入れねえのによくやってくれたんですよ。ですから、あれから3年経ってるでしょ。うん、あんなにいい女だったら、今頃、亭主でもらってんじゃねえかと思って、今頃探してさ、出てったら、ごだごだしてもね、仕方がねえと思って探してねえんですよ。そうか、仕方がないね。まあね、お前もしっかりと仕事できるようになったんだからな、また誰かいい人がいたらさ、ね。
でもね、どうだ、学校行ってんのか。うん、あのね、学校ちゃんと行ってるよ。あたりね、学校なんか行かなくていいってね、お母さんに言ったんだけどもね。うん、最近はね、もう腕だけじゃダメなんだって。腕だけが立派だとね、世の中渡っていけない。うん、お父さんみたいになっちゃいけないからなんてね、勉強してるんだ。いいじゃねえか。しっかり勉強しなきゃいけねえぞ。うん。で、なんだ。おっかさん、お父さんのこと何か言ってるか。うん。だから、おっかさん、お父さんのこと何か言ってるか。ああ、あのね、お父さんのことだったらね、のべつに言ってるよ。そうか。お父さんのことのべつ言ってるか。うん。あの飲んだくれには苦労したって。おいおい、ひどい方だな。あの頃はのべつ幕なし酒飲んでたから。ねえ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 。お父さんさ、あの時のお嬢さんとまだ住んでんのってことよ。やめお前人前で、ね、いや、あの時な、お父さん何かしてたんだろうな。うん、あれからな、三月ももたなかった。女の方から出てったみたいなもんだけどよ。それでな、お父さんあれから酒ピタッとやめちまったんだ。え、お父さんお酒やめちゃったの。うそー、飲んでたのに。うん、はあ、本当だ。お酒の匂いしないね。父さんな、今な、一生懸命働いてんだ。そうなんだ。へえ、お父さん一人なの。それだったらさ、家すぐそこだからさ、ねね、おいでよおいでよ。お母さん喜ぶけど。まあ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 、そうな、そんなすぐに動きにはいかねえんだよ。なあ、まあ、大人の事情ってのがあるんだからさ。あ、そうだ、お前、小遣いいらねえか。へえ、小遣いくれんの。うん、ちょうだい。ああ、ちょっとな、どうだこれ。うん、これ小遣いだ。ありがとう。お父さんこれ50銭だね。あたいお釣り持ってないよ。釣りなんか言えやしねえんだよ。それ全部やるんだ。へえ。3年前は1000くれっつったら目三角にして怒ってたのにね。3年経ったら何も言わずに50銭くれるんだね。やっぱり人間は苦労しなきゃダメだ。こういうの本気のこと言うんじゃねえや。無駄遣いしちゃいけねえぞ。うん、それ何に使うんだ。うん、あたいね、これでもってね、鉛筆買いたいんだ。鉛筆？鉛筆持ってねえのか。持ってねえってわけじゃないんだけどさ、うん、お母さんがね、方々でさ、使い古した鉛筆もらってくるんだ。ね、それ削って使ってるとさ、もうどんどん手の中で踊っちゃうんだよ。ね、だから、新しいの買ってくれって言っても、これか買ってくれねえから。これでもって、新しい鉛筆買ってもいい？そんなことに使うんだったらな、たまねえぞ。な、どんどん買えばい。おい。ちょっと待って。お前、さっきからおでこのところなんか炭でもつけてるのかと思ったら、これ炭じゃねえじゃねえか。傷じゃねえか。うん？男が向こう傷ってのはお前、なんで傷つけたの？あ、これ？これさ、ね、この間みんなで遊んでた時にね、傷ついちゃったんだ。え？転んで怪我したのかい。そうじゃないんだよ。ね、みんなでね、コマ回して遊んでたんだよ。そしたらね、伊藤様ってお坊ちゃまがね、俺と勝負しろって言うから、じゃあ、勝負するってやったらね、あたいのコマが効いて勝ったって言ったら、その伊藤様のお坊ちゃまがね、いや、俺のが勝ったから、俺の勝ちだって、いや、違うよ、俺が勝ったよって、何やってんだよ、生意気だって言ったんで、いきなりね、コマでもってあたいの頭で、カッと打ったんだよ。それでもってね、頭に傷がついちゃったんだ。ひでえことするじゃねえか。うん？お母さん怒っただろ。うん、お母さん怒ったよ。家帰ってね、頭ポンって叩かれてね、傷ついたって言ったら、お母さん、こんなことで黙ってたらいくら抱え親だからって、これから何をされるかわからない、誰にやられたくないって言って、
坊ちゃまですって言ったら痛いけど我慢しろって。おい、北条なこと言うじゃないかい。どうしてだ。伊藤様のお屋敷からはね、いっぱい着物の縫い物の仕事もらってるんだって。これで掛け合いに行って、もし仕事がなくなったら二人で路頭に迷ったらいけないからってんで、お母さんその時は言ってたよ。こんな時でも、あの飲んだくれでもいいから言ってくれたら、せめてかかしの代わりにはなっただろう。俺かかしかよ。そうかい。うん、やだよね、泣きたかったんだけどさ、お母さんが後ろ向いて肩揺らして泣いてるだろ。だからあの時私ね、あたい泣かずに我慢しちゃった。泣きたいけど我慢しちゃった。おいおいおい、泣くんじゃねえよ。え、男なんだからおめえ泣くんじゃねえ。お父ちゃんだって泣いてんじゃねえかよ。もうお父ちゃんは泣いてんじゃねえ。おめえ外が暑いからおめえ汗が出てんだよ。とっちゃん嘘つきやがら。あ、そうだ、おめえうなぎが好きだっただろ。どうだ、うなぎ食わねえか。え、うなぎ、うん、あれね、うなぎ大好き。え、最近うなぎ食ってんか。うん、うなぎの顔も忘れちゃった。どうも情けねえな。じゃあ明日な。うん、明日だ。今日このからな、用事があるからさ、明日この時間にここ来るからよ。あ、あ、それからさ、ここでお父っつぁんに会ったってことをおっかさんには内緒にしててくれねえかな。ん、あ、っていうのもさ、ここでおめえからさ、おっかさんにお父っつぁんに会ったなんて言われるよりもな、お父っつぁんの方からおっかさんの方に挨拶に行きたいと思ってるんだな。男と男の約束だぞ。お父っつぁんとここで会ったこともお小遣いもらったことも、明日うなぎ屋に行くことも内緒にできるか。うん、あたいにも男だからちゃんとね、男と男の約束が守れるよ。そうか、うん、じゃあ明日な。うん、おお、あそこか。あ、あそこから行ってくるか。ああ、おい、かけかけんじゃねえよ、出かすんだよ。うん、じゃあまたな、明日な。ずいぶん大きくなったな。ただいま。何してるんだよお前はさ、遅く帰ってきて。周りの子たちみんな早く帰ってきてるじゃないか。もうお母さん心配してたよ。もうさっきもさ、お母さん仕事があるんだから手伝ってもらわなきゃ困るじゃないか。糸がいっぱいあるんだからさ、ね、これさ、はいはい、これね、はい、手と手のところに、はい、入れて、はい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 、あのね、お母さんがね、こうやって仕事してるんだからさ、ね、早く帰ってもらわなきゃ困るんだよ。ねえ、だからねえ、こう早く帰って、何やってるんだ、何ポトッと落としてるんだよ、ちゃんと、はいはい、入れて、はい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 、ね、ね、手伝ってくれるからね、お母さん嬉しいんだよ。おい、お前ら何やってんの、その花。え、もう花、垂らすんだったら垂らすでいいけどさ、ね、一本垂らすんだか、二本垂らすんだから、はっきりしなさいよ。何一本半垂らしてんのよ。ほら、また落として、ちゃんと手によるわ。だってさ、そんなこと言ったってさ、ね、うん、こうやって両手塞がってんだから難しいじゃねえか。鼻水なんかもこうやってグッてできねえじゃない。言ってんだよ。また落とす。お前な、何この原稿握ってんだよ。ね、原稿握ってるから落ちるのよ。こう手を広げるの。ね、そうやって手をパッと。なんだよ。50銭じゃないか。この50銭どうしたの。誰かに何か頼まれたのかい。頼まれたわけじゃねえんだけどさ、ね、うん、それもらったんだよ。もらった。一銭や二銭のお金だったらくれないことはないだろう。五十銭のお金なんかどこの誰がくれるんだろう。いや、だってさ、くれちゃったんだもん、しょうがないじゃないかさ、ね、それでも手に使うんだからさ、返してくれよ。返すのはいいけどさ、誰からもらったんだい。誰からってさ、
そんなに悪い人じゃなかったよ。おっかさんのいい人が飲んじゃってえ誰にもらったんだ。だからそれ、それ言えねえんだよ。まさかよそ様のところから盗んできたんじゃないだろうね。盗んだんじゃない、もらってきたのね。あのちゃんとした人、ちゃんとした人からもらってきたからね、問題ない、うん、問題ない。何言ってんだ。いつかこんな時が来るんだと思ってたけど、お前はついに人のものに手出しちまった。こっちへおいで。いやだ、近寄りたくない。ってんだよ。え、悪くなったね金ちゃん。そこに駒が落ちてるけど、この駒金ちゃんのか。え、駒、駒なんかない。こっちへ来いだよ。なんてことしてくれたんだお前は。私はね、肌も嫌だって言われるのが嫌だから、食べるものを、さむのものを一度にしてるの。お前には気持ちいい思いはさせた覚えはないよ。でもいいね、今だったらおっ母さんも一緒に行って謝ってやるからさ。どっから盗んできたんだい。おい、盗んだのが違うんだよ、ね、盗んだんじゃないんだよ、もらったんだよ、ね、もらったの。じゃあ誰にもらったの。でね、それが言えないんだよ、ね、言えないけど確かな人なの。これ見てごらん、玄能だよ。お前がお父さんのところから出てくるときに風呂敷包みの中に入れて持ってきたもんだ。本当のことを言わなければこの言能でお前の頭ただに割れた。だから盗んだんじゃねえ、盗んだんじゃねえ、盗んだんじゃねえ。もらったんだよ、もらったんだよ、もらったんだよ、もらったんだよ。誰にもらったんだよ。おい、言うだってそう言ったじゃねえかよ、おめえ。
なんでこんなとこいるの知ってるのにしなきゃいけない。おっかさん上がっといでよ、ね、上がっといでよ。もうお父さんさ、ね、決まりが悪いんだからさ、ね、呼んでやんなよ、呼んでやんなよ。おっかさん上がっといでよ。お父さん呼んでやんなよ、呼んでやんおっかさん上がっといでよ、もう呼んでやんなよ、上がっといでよ。もう仲人は背中焼ききれない。お久しぶりだ。銀ちゃんが昨日50銭をもらって誰にもらったんだって言ったらお父さんだって。そんなことはないと思って来てみましたけども、やっぱりあなたでしたか。ありがとうございました。いや、別にな。うんうん、昨日ちょっと お棚の用事でよ、うんうん、そこのうなぎの前までしたら まったりこいつになっちゃおうって、ねえ、うなぎ食うかっつったら食ってってからじゃあ食に行こうかなっておっかさん言うなってついてくれたからあのおしゃべりなんだから、ね、昨日よ、そこのうなぎの前までしたらキンプリばったりやってなうなぎ食うかっつったら食いたって言うからよじゃあうなぎでも来社食いに行ったっつったらお母さんに来社にしとけって続いてねおしゃべりなんだからよ昨日よお父さんさっきから同じことばっかり言ってな。ねえお父さんお母さんまたよかったらさ3人で暮らせない。学校でねよくみんなで話するんだ。お父さんのことお母さんのこと聞かせてください。あたいつもねお母さんのこと話せるんだけどさお父さんのこと話せねえんだ。あたいにお父さんがいたのにってこと悔しくてさ、よくね朝起きたら3人揃って川の字で寝てる夢見るんだ。でもね目が覚めたらお母さんしかいねえんだ。だからよまた一緒に暮らせねえかな。ねえお父っつぁん、お母さん、お父っつぁん、しまいまで言うな。おみつ、まずは俺を言わせてくれ。3年間おめえ一人でよくこいつ育てたな。ありがとうよな。それから貧乏が言うわけじゃねえけどさ、お前がずっと一人でいてくれたってのがさえな。な、もしよければだよ、俺ともう一度一緒に暮らしてくれねえか。な、俺はおめえと一緒じゃなきゃダメみてえなんだ。な、どうだ、一緒に暮らしてくれるか。それはこちらから頼むことですよ。金ちゃん、よかったね。私はね、お前さんとはもう二度と会えないと思ってた。ましてや一緒に暮らすなんて考えてもみなかったよ。ありがとう。だって今までつらかった。でもこうして3人一緒になれるのはこの銀ちゃんがいたおかげ。子供は夫婦のかすがいってけれども本当ですね。え、あたいかすがいだったの？だから昨日お母さん言動でブツって言ったんだ。ありがとうございます。今日はですね Zoom で、落語を聞いていただくということと、
3、4、5、6、7名というね、7名とズームの向こうの数十人の方に聞いていただきましたけども、まあこれから先ね、なかなかこういった密閉空間の中で、密の濃い落語というのはできないと思うんですけれども、まあなんやかやといろいろと工夫をしながらね、落語あるいはエンターテインメントをやっていきたいと思いますのでね、もしよろしければまたこういう機会がありましたら寄席に、お越しいただければと思います。ではうちのメンバーもね、せっかくなのでみんな総集合しましてね、皆さんにこれの挨拶ということでね、はい、でもね、これね、みんながね、集合しちゃうとね、密になってしまうんでね、一人来るたびに、2メートルずつ離れる、ね、じゃあまず食べてくださいね。
もういろんな手を使いながら安全で、こう文化を届けていけるような、そういうことをいろいろと目論んでおりますので、またこういう機会がありましたら参加よろしくお願いします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。来週の日曜日ですね、8日後11時から、これは、ね、自宅からお送りします。ちょっと、本当ね、生活感丸出しの落語会11時から12時ぐらいの間、11時10分から12時まで、大体2週間に1回ぐらい続けていこうかなと思ってますので、またよろしければそちらの方にも遊びに来てください。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけてお帰りくださいって、どこへ帰るの。